何をやるかということなんですけども、まずここ出ておりますけどもね、ベースですね。まあ、あのキーボードを、まあ、弾く私としてはですね、まあ、ベースというね、こういう楽器、まあ、苦手なんですよ。まあ、もちろんね、こういう、普通の、アコースティックベースもそうですし、エレクトリックベースもそうですけど、こういう、まあ、形をしたベースというのは、まあ、弾いたことがないわけですね。まあ、まあ、ギターもないんですけど、じゃあどう弾けばいいのかっていう、まあね、その弦のどこを押さえたらどうなのかっていうのも分かんないわけですよ。うん、まあそれはそれでね、まあね、もちろんね、それ知ってた方がいいんですよ。うん、僕もバイオリンやりましたからね、4年間、5年間ぐらいやりましたね、小学校の時ね。でも今はもうね、どこがどうかも分かんないんですよ。っていうかね、もっと言えばですよ、なぜか僕の先生はビオラの先生だったんですよ。なので、あの中音記号っていうのかな、最初から僕ね、中音記号を学んだんですよ。そのせいで僕は未だに五線譜読めないんですよ。あの平音記号だとか等音記号とかね、でまだねやればいいんだけど、中音記号から始めたもんで、まあね、ずっと僕バイオリンやってたと思ったんだけど、実はビオラだったっていうのが最近なんかこう譜面見て思いましてね、あ、なんかこの譜面見たことあるなみたいな、そういうところでね、僕のね、まあ音楽生活っていうの、音楽、まあ人生というかね、そういうものがちょっとこう狂ってきたなと思ってはいるんですね。はい。で、中学に入って僕ピアノを始めて、その時は1年ね、一生懸命頑張ってピアノやったんですけど、まあ中2から、僕中2の時にピアノをやり始めて、バイエル、上下巻とチェルニーを1年で全部やったんですよ。んで、先生に、まあ、もうちょっと超音とかやりたいからって言ってやったら才能ないって言われてやめたんですけどね、まあ、未だに僕も音感ないですけどね。ということで、まあちょっと無駄話は、まあ、さておいてですね、まあ、一応まあベースということでね、今はまあ便利でね、こんな、まあベースがキーボードの僕でも弾けるとよ。で、このモードベースなんですけども、これはまあ1があって今2になってるわけですね。で、これまあ立ち上げた状態だとこういう感じでありましてですね、まあいろんなまあベースパターンっていうのがまあありますわな。こういうね、全然使わないですよ僕は。で、もちろんこのウッドベースもあるわけですよ。ダブルベースか、こういうまあベースあるんですけど、まず使わないです。僕はもう P ベースとか。なんか音小さくなったね。はい。ということで、これがまあ一番多いんですよ、僕の中ではね。まあまあまあ、なんでもいいですよ。いろんなベースがあるわけですね。んで、まあ。まあこれが多いと。ということで、まあちょっと打ってみますか。ちょっと早いね。105ぐらいにしますか。クオンタイズかけて、うん、2、3、4。
I am dancing to the days。 まあこう、まあ、例えばちょっとエレブン入れときますか。これですね、UVI のやつね、ファルコンのこれ。例えばこう、まあまあまあ、まず適当にいきますよ。みたいな感じね。まあちょっとこれちょっとベースもう一回入れようか。2、3、4。Body heavy, just send a woman hybrid lot and dudes with my love you. Hi. Clem soon to be my damn building, listen to be my gambling, to be my love you and my bone. っていうまあ感じのベースということでね。これがまあ、モードベースね。はい。じゃあ次行ってみますか。次はアイコンベースですね。まあ、アイコンベースというのはですね、何かというと、こまあ、ネイティブインストルメンツが出してるですね、まあ、バーチャルギター、バーチャルベースなんですけども、こちらはですね、コンタクト7以上で使えるんですけど、まあ、僕の場合はこのもう、OS2、3じゃない、2の方で使いたいんで、僕はこの、あえて、コンプリートコントロールの、ちょっと古いバージョン入れてます。どういうのかというとですね、これはまあ、ここで C、C シャープ、D1、D、シャープ1とありますけど、ここでいいでしょ。こういう感じでね、打ち込めるわけですよ。ちょっと入れてみますか。ね、2、3、4。また入れ入れますね。
ーズのライン変わってくるといいですよね。ちょっとこれベースのスラップ、カモン、フォー、ラムナムネセンチュービープレッベイベンデセレンボーンデセレンボーデケドブラスンバデンデケドベデンレスティンテドンプリンデケドボトンブレブデンデデンナデオン、フォー、いいね、ここはロイヤルベースライン。 You want to send the money to the lady mega You will learn to bend the phone You will lead them for the baby babyいろいろこうね遊べるわけですよ。ディスコとかありますよ。ちょっとこれしちゃあれですね。変拍子。ロック。これどう。The baby, t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 he baby, let 'em let 'em。 という感じで、まあ、まあ遊べるわけですよ。いくらでもね。で、このアイコンベースにですね、まあ似てるっていうかね、似てるやつですね。プライムベースっていうのがあるんですよね。このプライムベースも同じ。これもネイティブインストゥルメンツの、ベースですね。このベースシステムなんですけども、これもまたね、まあ、これよりは僕はね、さっきのね、アイコンベースの方が好きですけども、これも同じですね。まあ、こんな感じ。ちょっと聞いてみますか。今のフレーズで聞いてみますね。You will live in sense for I love this stick in mine Ooh, I'm not gonna pay my credit and nothing to the woman I love him
ということでですね、次はですね、じゃあ何やるか、じゃあこのローヤルって言いますか、ローヤルってなんだっていうことなんですけども、これはですね、ユージャムのね、まあ、いろんなシリーズあるんですよ。ユージャムロイヤルとかね、あと何だったっけな、これ持ってるのはですね、ユージャムのメローとね、あとダンディっていうスラップなんですけども、ここでは、ローヤルっていうやります。まあ基本的には同じような音源なんですけど、あのこれもね、いろんなフレーズプレイヤーっていうのがあってですね、これプレイヤーモードをするとですね、ここでいろいろベースが使えるわけです。こういろんなフレーズが出てくる。例えば、でこれコードを押さえるとね、例えば A だとこう A メジャーでね、ちょっとフレーズがこっちの方がいいかな、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、僕はこれね、インストゥルメントでしか使わないです、このロイヤルは。音がね太いんですよ。まあ、いろんな音色があるんですけども、これね、どれもね結構ローが出てるんですよね、これね。じゃあ行ってみますか。ローヤル、まあこれ結構僕使うあのベースなんですね。これはね、あの UVI の、これファルコンのね、普通のなんでもないやつかな、アンソロジー3ですね。4も入れてんですけど、3のこのベース、これアープのベースですけど、昔から使っている、これはもう超お気に入りですね。ちょっと聞いてみますか。こういう感じで、こんなもんちょっとできたんですけど、Baby, baby, 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 baby
little no my baby no no。 ちょっともう一回いくか。感じのまあベース。これも結構好きなやつです。さっきのちょっとまあプライムの仲間ですけど、アップライトのやつね。まあこれもちょっと紹介しておきますか。このアップライトですね。これも結構ね、まあ本当にジャズベースって感じ。いつものやつじゃん。ブルーディーベース、まあ、これもうこれとかね、こういうのもちょっと、まあ、こういうのちょっと入れてみましょう。これね、例えばこういうのベースね、2、3、4、ということでね、まあいろいろちょっと紹介したい音源はいっぱいあるんですけども、じゃあ最後ね、ムーグなんですよ。これがね結局ねめちゃくちゃ重いんですよ。ほんで僕は結局これVST3 で使っしかないんですよ、これはね。でこれどうしたら僕の B のアンサンブルに入れれるかということで、どうしてるかというと、このパッチワーク、ブルーキャット、これでこれをかましてるということですね。でこれなんですけど、まあ太いですよ。でこれめちゃくちゃ音いいんですけど、まあとにかく重い。で今回僕がその AMD のRyzen のね、8845HS という、まあ、新しい CPU 入れたんですけど、それでも重いんですよ。でまあちょっと音聞いてもらうといいですけど、このローの出方ね、ちょっとこれ聞いてもらいたいんですけど、僕はまあお気に入れてるんでね、ちょっと聞いてみてください。例えばここからね、
とハイのね、これたまんない、こういう音たまんないですね。はい、このローがたまんない。ロー出てますね、ロー出てますね、ロー。どのくらい出てんのこのロー。ちょっと見てみますか、ロー。これ出てもあれですけど、もうこの歌、もうこのやっぱ60以下が、ね、60、50以下がこうぐんぐん出てくるこのベース。深い。もうこれをね、サブベースとしてね、なんかのベースの下に備えるだけでも結構気持ちがいい。だってベースとこれ聞いてください、ドラムと。もう全然共存できますもんね、これね。I've been playing that come from a sinking by. Oh, when I sing to find up the burn my life.You will love it, all of this and to be mine of you. Come on, let me not sneak in to be my bread and nothing to be. To be none of you. To be none of you. You will love it, feeling nothing, nothing. Come on.はい、ということでございましてですね、今日はまあいろいろまあベースのね、ご紹介をしてきたわけでございますということでね、まだまだね、いっぱいね大好きなベースあります。まあイージーベースなんかはね、皆さん使われる方も多いと思うんですけど、僕はあまり使わないですね。あとはですね、まあディーバとかね、アモニスピアの中のベースのコンボ結構僕は入れてますし、 OPX と思うんですね。あとプライムベースは今のやつですね。あとここまあプロワンとかね、シンセトリビアン、まあ、これ定番ですよね。で、UVI は、まあ、UVI でもいろいろね、あるんですよ。まあ、さっき言ったこの、アープのね、20です。まあ、あるし、まあ、あとは、まあ、この、ベリーローっていうのはなんだろう。ベリーロー見てみますか。ベリーロー。あ、
これも結構でもまあそこまでロー出てないですけどね、ヤマハの ANX1 っていう。まあまあこんな感じ目安とか、まあ PX10 っていうのは P10 っていうことで、まあこれはあのまあこのロゴね、アルファベットのロゴ P10 見るだけでもプロフェット5のプロフェットシーケンシャルサーキットのねロゴですよね、これね。まあこれもまああれですね、ということでね、まあいろんなベースまあ見てきましたけども、まあ定番的なねもの、まあちょっとこう最後トリリアン言っときますか。トリリアンはね割とそのベースもね、こういうベース例えばもう普通のこういうウッドベース割とこれ使えるんですよね。このトリリアンが一番やっぱり使いやすいですかね。ウッドベースはそうかもしれない。あとはまあこういう、普通のねフェンダーベースありがちなやつです。これもでもこれもはっきり言ってものすごいもう昔からありますもんね、これね。これがいいとこはね、このサスティンペダルね踏みながら弾くとこいけるんですよ。レガートになる。いったことがございましてね、まあ、またねちょっとベースに関してはねまたいろいろご紹介したいものもありますからね、ということでございまして、この動画ちょっとでも面白かったなと思った方もおられましたらチャンネル登録高評価いただけると励みになりますのでよろしくお願いします。それではねまたバイバイ。